はい。皆さん、こんにちは。今日は、スタジオワ o n e のアレンジトラックとスクラッチパッドの上手な使い方をお話ししたいと思います。アレンジトラックは、スタジオワン One では、この上のメニューを選ぶと、アレンジトラックを出したり消したりできます。そして、イントロとか、A メロとか、B メロとか、そんな形で、 ここに入力をしていくわけです。こうやっておくと、このセクション単位に動かしたりすることができます。例えば、一つだけ動かすときは、このようにして、ずっと引っ張ると、セクションで動かせます。これを Alt キーを押しながらやると複製できます。 はい。そして、二つのセクションを同時にするときも、このように複数選択しまして、Alt キーを押しながらすると、このように複数も同時にコピーができるわけです。この中で完結することはいいですけれども、組み替えたりして戻したいとき、そういうときは、こんなやり方もできます。複数を選択しておきます。そして、 画面左の方で、ここに新規スクラッチパッドにコピーというのがあります。これを押すと、このように右側にスクラッチパッドもできてコピーされます。そして、これはこちらの方にまた戻してきたりすることもできます。ちょっと組み替えたりしながらやってみます。はい。このイントロセクションを 後ろの方にこうやって持ってきます。いわゆる順を変えたわけですね。順を変えて戻したりするときは、このように選択をしまして、そしてこのように通常のタイムラインに戻せばいいわけです。これでタイムラインには5つのパートが見えています。そして、 これらを飛ばし飛ばしに選択することもできます。ちょっとわかりやすいように名前を変えておきましょう。このようにしておきます。そして、例えばイントロと CC を選択する場合などはシフトキーを押しながらこのようにすると飛ばした形で選択ができます。そしてこれでもう一度新規スクラッチパッドにコピーをします。すると新しいスクラッチパッドができました。CC はどこへ行ったかというとこのように後ろの方にあります。 いわゆる小説の構造も含めてコピーされたわけです。これをこのように動かすこともできます。そしてこれらをもう一度こちらに戻します。はい。このように戻せたわけです。こうやって行ったり来たりしながら スクラッチパッドとアレンジトラックを上手に使うと便利にできます。また、スクラッチパッドはこのようにして削除することもできます。はい、これでスクラッチパッドがなくなったわけですね。このようにアレンジトラックとスクラッチパッドをうまく使って セクション単位にトラックを扱えば移動や曲の構成を自由に変えれることになります。皆さんもぜひ一度試してやってみてください。今日は小ネタをやってみました。